西口人参を模したモニュメントがある。周辺はかつて人参畑だった。北朝霞駅は埼玉県朝霞市浜崎一丁目にある東日本旅客鉄道武蔵野線の駅である。駅番号は JM28。この駅から武蔵浦和駅方は大宮支社の管内に入る。北朝霞駅付近空中写真より畑が目立ち、 北西部の浜崎団地は造成中島式ホーム1面2線を有する高架駅。直営駅であり、管理駅でもあるが、当駅は自駅のみの単駅管理となっている。駅本屋の施向は、千高組。2014年にホームを40メートル延伸し1両辺成分の有効長となってから、上下列車は若干位置をずらして止まる。列車が停車しない部分には、 柵が設置されている。駅カラーは水色。1999年12月4日より、定築制作の発射メロディを使用しているが、2017年からは、朝霞市民祭り、り綾香祭の開催時期に合わせて、祭りの総踊り曲である、集まれ、踊り人に変更している。これは、祭りの PR と、市政志向50周年を記念するために、 朝霞市民祭り実行委員会が企画し、市と JR 東日本大宮支社の協力によって実現したもので、1番線では前奏、2番線では歌い出しの部分をアレンジしたものを使用している。メロディはスイッチの制作で、編曲は福島直也が手掛けた。2020年度の1日平均乗車人員は52,301人で、JR 東日本管内では、 菅野駅に次いで第59位である。また、武蔵野線内では西船橋駅、南越谷駅に次いで第3位。埼玉県内では大宮駅、浦和駅、川口駅、南越谷駅に次いで第5位である。開業時の想定乗降人員は2253人だった。近年の1日平均乗車人員の推移は下表の通りである。 年度全体の乗車人員を365で除して1日平均乗車人員を求めており、計算で生じた少数点以下の値は切り捨てているため、定期外と定期の和は必ずしも合計と一致しない。アゴラ21ビル乗り換え駅、行政金融機関商業施設病院学校コミュニティ、FM 放送局ここでは、北口側に発着するバスを記載する。 南口側に発着するバスについては、朝霞台駅バス路線を参照のこと。朝霞市が運行するコミュニティバス、朝霞市内循環バスが発着する。駐車区市天候法資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。